今回紹介するのは笹田学園デザインコンペティション。ファッション、ネイルアート、広告、建築、アニメキャラクター、スイーツアートなど、あらゆる分野から生徒たちが1年間の集大成としてデザインを競い披露。生徒たちが目指すのは最高位となるデザイン大賞。栄光は一体誰の手に？笹田学園デザインコンペティションに密着。浜松市東伊庭にある笹田学園デザインテクノロジー専門学校。90年以上の歴史を持つ学校で、高校教育の高等課程と専門学校があり、さまざまな分野のデザインを生徒たちが日々学んでいます。デザインコンペの前日、会場となるクリエイト浜松では、生徒たちが明日の本番に向けて準備を進めています。こちらは展示会場。出展するデザイン作品を分野ごとに展示していきます。準備は生徒と先生が自分たちで設営。こちらの会場ではファッションショーをはじめ、プレゼンテーションがステージで行われます。ステージが出来上がったらショーのリハーサルも。衣装や動きも細かくチェックしていきます。こちらはネイルアートを披露する生徒たち。多彩なネイルが集結。明日の本番に向けて、学校長から生徒たちに激励が。このデザインコンペティション、選ばれるのは専門と高校と合わせて約50、ね、多くは、ね、賞に手が届かないわけ。その50の賞を選ぶよりも手が届かない、ね、惜しくもっていうね、そういうこう決める、ね、ところの方がね、すごく苦しい、ね、できればみんなにやる、ね、手渡したいんだけど、ね、これがこういう世の中の競争というね、ことを学ぶためにもこのイベントがあるんで、賞を手にするもの、ね、手にできなかったもの、それぞれね、このデザインコンペで大事な何かをね、掴んでもらいたいと思います。第41回デザインコンペティション、頑張るぞ。そして迎えた本番当日。客席には在校生や保護者などが会場を埋め、今年で41回目となるデザインコンペ。デザインには人と人をつなげる力があります。同じものを見て、同じことを考え、共感させることができます。デザインに何ができるのだろうかということを一人一人考えて制作しました。今回のテーマはグラビティ、無重力。生徒や先生からテーマを募集した中から決定しました。ファッション、ネイルアート、広告、建築デザイン、生活アート、アニメキャラクター、スイーツアートなど、さまざまな分野から生徒たちが情熱を注いで制作したおよそ400点の作品がデザインを競います。最高位のデザイン大賞も今日決まります。ステージへつながる通路には、自分でデザインした衣装を身にまとい、出番を待つファッションの生徒たちが。世界で一つだけのオリジナル作品に各自仕上げ、自らモデルになっての発表です。どうぞご覧ください。ノミネートナンバー1、橘美雪、舞踏会。青色のバラバラ生地がポイントです。
色鮮やかで個性豊かな衣装が次々と登場します。ステージ上の動きやポーズも自分たちで考案、重要なプレゼンのアピールポイントとなります。作品のですね、コンセプトを教えてもらえますか。はい、とコンセプトは和で作らせていただきました。最近韓国風とか外国風っていうのが流行ってしまって、個人的に国風文化がすごい感じられないなって思ったので和っていうコンセプトにさせていただきました。こだわったところ、頭飾りだとこちらのちょっと分かりますかね、長い棒みたいなのをかんざしをイメージして作らせていただいたり、日本の伝統色である朱色と水色とかを入れさせていただいて、こちら見てもらうと分かるんですけど着物の作りにさせていただいたりしました。エステネイルコース、ネイルアート部門のノミネート作品の発表です。ネイルに合わせて服のコーディネートにチャレンジしました。デザインを表現するのはネイルという小さな小さな面積の中、生徒たちはこの小さな舞台で多彩な色合いやパーツを駆使して大きなインパクトのある作品を完成させました。ネイルに合わせた衣装もまとい、作品のイメージを盛り上げます。黄色と黒は周囲の黒です。強くて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 強
キラキラボタンスのシリアやミラーボールなどの花とかイメージです。多くの人が賑やかに出会いながら、こちらの作品のコンセプトを教えてもらえますか。夜の風景をイメージして作りました。和洋折衷をイメージしてグラデーションや土用の建物などのパーツなども手作りして一から全部作りました。洋の部分のエッフェル塔をこだわって作りました。私がブランドとして提案するならこんなファッションという思いを込め作り上げたオリジナルブランドをご覧ください。ノミネートナンバー23、高森美優、ノイモンド。ベラやオーガンジーを全体的に使用し、真夜中の持つ神秘的なイメージをストーンや大人の装飾で表しました。上品な大人の女性をイメージしました。プリンセスラインやマーメイドドレスが美しいラインを引き出してくれます。光沢感のある生地で制作しました。みんな違うデザインにし、手に持つアイテムも変えて、一人一人役割が違うのを表現しました。今回のこの作品ファッションのですねコンセプトを教えてもらえますか。コンセプトはインターネットとかの悪いウイルスをやっつけるアンドロイドをイメージしました。色合いはなんかエメラルドグリーンを定期的に使って爽やかな感じのにしました。全体的にエナメル素材を使って光沢感を出して本当、まあ、未来チックな感じにしました。プレゼン会場と並行して展示会場には作品が部門ごとに展示されています。こちらは高等課程生活アートコースの作品。実際にありそうなお店を想定したものや地球環境のポスターなどリアリティにもこだわっています。この作品のプロジェクトナチュラルは自然を守るという意味がありまして、自然が大好きで自然を守りたいという気持ちが強くあり、この作品を見てたくさんの人に自然を守っていってほしいなと思い、この作品を制作しました。作品の周りを風船で囲い、その写真の枠に合うように色を選びました。高等課程アニメキャラクターコースでは全国各県を代表する VTuber をアニメで表現、地域性豊かなキャラクターが並びます。このテーマを表現したポスターも生徒の作品。今回は専門課程の飛田杏さんと長倉修波さんのデザインが選ばれました。続いてのプレゼンは広告デザイン。ゲームの名前はディアンジェルボルス。由来としては天使と悪魔を中心としたゲームなので、ラテン語の悪魔と天使を合わせた造語になっています。こちらは
今回のコンペのポスターデザインにも選ばれた専門課程デジタルメディアコースの飛田杏さん。ゲームをイメージしたポスターになっていて、悪魔と天使のロゴマークを前面に押し出したポスターになっています。ディアンゲルボルスというのは、天使と悪魔を中心としたゲームなので、ラテン語で天使がアンゲールス、悪魔がディアボルスで、それを合わせた造語になっています。全体的な統一感を出すために、同じような色合いで、全てまとめました。私が気に入っているのはロゴマークです。展示会場には建築部門の生徒たちによる作品が。家族構成までイメージした住宅建築モデルも並びます。タイトルがグラビティで、コンセプトが夫婦と子一人の3人家族で設計しました。リビングから3階までの南面の窓をガラスにすることによって、圧倒的に明るい吹き抜けとしました。ステージでは建築学科のプレゼンテーションが。佐渡の落下などによる人への被害が減ると思い計画しました。近くの中田島砂丘も展望台から眺められるように設計しました。この建築物は自然学校という宿泊を前提とし、自然を学べる学校です。建築予定地は静岡県浜松市北区平田町東久留米観音山、700ヘクタールの緑豊かな敷地になります。注目したのがテラリウム、特に小さな瓶に植栽するパルダリウムでした。今回のテーマは人工は自然を隔離するになります。コンセプトは今までの近年の建築物は馴染むや溶け込むなどが多いですが、それとはまた違ったものを建てたいと思い、このコンセプトにしました。主体底の屋根部分にあたるところには組木を使用してまして、地獄組という組木を使用しています。なかなか特殊な機構ですけども、ここに自分の思いを入れてこの組木にしました。寺コミハウスという共同住宅を計画しました。建物全体はこのような作りとなっております。まず廊下があり、廊下分割部にライブラリを計画、そして角部屋には夫婦寝室、子供部屋を計画しています。コンセプトは主に2つあり、1つはコミュニケーションを取ることと、2つ目は自由な景観作りをコンセプトにこの建物を計画しました。こだわった部屋の間取りですか、コミュニケーションを取るということで、広いテラスを計画して、そこでバーベキューだったり、パーティーを行えるように計画しました。最後のデザインコンペティションになるので、自分の能力というか力は十分に発揮できたんじゃないかなと思います。そして全ての発表が終わり、ここからは上位3つの賞が発表されます。優秀賞には建築部門から高等課程豊田裕二さんと専門課程池富亮さんの2人が選ばれました。建築家で笹田学園の建築部門の教育指導にも携わり、大きな功績を残した故山田浩二さんにちなんだ山田浩二賞には、専門課程建築学科1年の鈴木大輝さんが選ばれました。今の気持ちを教えてください。この賞が取れてすごく嬉しかったんですが、僕デザイン大賞を狙ってたんで、次はデザイン大賞取れるよう、もっと頑張ろうと思います。そして今回出展された400を超える作品の中で最高位となるデザイン大賞に選ばれたのは、デザイン大賞は専門課程ファッションビジネスコース1年、山下和樹さんの作品です。おめでとうございます。アップル社の MacBook Air が渡されました。デザイン大賞おめでとうございます。ありがとうございます。今の気持ちを教えてください。はい、
多作で名前が出てこなくて、奨励賞もファッション自体もう呼ばれてなくて、あ、もうこれ無理だなと思ったんですけど、大賞に選ばれて本当良かったです。何せ40年間の、こういうコンペティションなんで、年々ですね、それぞれの分野で進化し続けているように感じます。私たちが普段使用する人がデザインしたもの、その明暗を分けるのがデザインを作り出した人の情熱に他ならない。今回のデザインコンペにも生徒たちがプロ意識を持ち情熱を持って挑戦した作品が数多く出展されました。来年のデザイン大賞を目指して、また新たな挑戦が続く。